と応募の出場です。さあ、日本大学最高の選手となりました。現在のところ2位は関西大学に決まりました。原点17で関西大学が第2位、そして同志社大学が原点23で第3位。さあ、最終競技者となりました日本大学の4年生名倉健人選手、王とともに走行しております。団体に貢献できるように頑張りますと言っておりますが、個人の成績も関係してきました。このまま決戦ゼロできますと、関西大学の2年生名護さらら選手とともに優勝決定戦ジャンボになります。さあ、第1の機会、滋賀県立高南高等学校から日本大学のスポーツ科学部に進学いたしました4年生、乗馬歴は11年あります選手。さあ、この馬はリオデジャネイロオリンピック総合馬術の日本代表馬、さあ、原点ゼロできて優勝決定戦ジャンボか。